デルタ4ヘビーは、デルタ4ロケットシリーズの最大の構成である。2004年に初めて打ち上げられた。2018年にファルコンヘビーが打ち上げられるまでは、その打ち上げ能力は運用中の打ち上げシステムとしては、世界最大であった。デルタ4ヘビーの構成は、デルタ4のモジュラーシステムのメインロケットである、コモンブースターコアを、同一形式の1機をメインとして中央に据え、2機を、 液体ロケットブースターとしてその両脇に配したものとなっている。推進剤は3機とも同量であるため、離床時には3機すべてのロケットを全力運転した後、44秒後からは中央のロケットの水力を55%まで下げ、ブースター分離後のために温存する。ブースターは打ち上げ後242秒後に燃焼終了し、続いて、 中央のロケットの推力を最大にした後、ブースターは分離される。中央のロケットは、その86秒後に燃焼終了し、2段目以降を分離する。初打ち上げは2004年で、ボイラープレートを積載して打ち上げられたが、部分的に失敗した。液体酸素系のキャビテーションが原因で両方のブースターが予定よりも8秒早く停止し、 コアエンジンは9秒早く停止した。この結果、速度が不足し、第2弾でも補いきれなかったため、ペイロードは予定よりも低い軌道で分離された。最初の実用ペイロードは、DSP-23 衛星で2007年に打ち上げに成功した。2013年までに5機の国家偵察局の画像と、電子偵察衛星の打ち上げに使用された。 2014年12月、デルタ4ヘビーは、無人のオリオン多目的宇宙船の試験打ち上げに、使用された。当初の打ち上げ予定の12月4日から1日遅れて、12月5日に、打ち上げられ、成功した。2018年8月12日には、太陽探査機、パーカーソーラープローブの打ち上げに成功。太陽に肉迫する軌道に投入するために必要な、多大な、 デルタ V を実現するための抜擢であった。同期は、その近日点が極端に太陽に近い軌道により、人類が作ったものの中で、史上最も加速された物体となる。デルタ4ヘビーの打ち上げ能力、デルタ4ヘビー仕様の打ち上げ、総重量は、およそ73万3 0 0 0ラムである。A ケープカナベラル空軍基地、SLC-37B から打ち上げ。 B 番デンバーグ空軍基地 SLC-6 から打ち上げ CCBC が予定より早く燃焼停止したため計画より低い軌道に投入以下に上げるのは NASA 及びアメリカ国家偵察局が公表しているミッションである。ありがとうございます。